お店で出してるようなものをそのままテイクアウトにしたら、普通の例えばお弁当屋さんとは差が出るのかなと思います。その代わりちょっと、まあ、お値段の方ももしかしたら普通のお弁当屋さんとは少し違うのかもしれませんけど、まあ、それは分かっていただければなと思っています。